皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の暗号資産土地教室を始めていきたいと思います草コイン新聞公読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきまして大きな画面でここに書いてある第一条から第イ条を1号読みください とても、ね、大切なことが書いてありますので一応一句すべて読み飛ばすことなくお読みくださいすべての項目についてね承諾できるという人のみこの動画の続きを見ることができます、えー、承諾できないという方はここで動画を止めて、えー、この動画を見ないでくださいそれでは行ってみましょう2019年4月18日木曜日暗号資産 草コイン中野研究会今日のね千葉県松戸市はねむっちゃくちゃ暑いですもう夏ですね朝から暑くて朝5時,5時から起きてますけど暑くて暑くてね T シャツ1枚ですね外も日差しが真夏日でしたねはいあの沖縄のね甘めのイゴなですね暑さでね ちょっと皮膚がね、暑かったですね、察しましたね、日膚にね。で、は今日もです、ね、動画いっぱい撮っていこうと思います。でね、朝1本目ですね、本日のお題ということで、今日のドル円仮想通貨マーケット分析、今週はね、月曜日始まってからね、横横ですね、ドル円は。あの、まあ、すべての通貨は横横じゃないですか、わかんないですけど、先週の金曜日ね、あのトレンドが出て、 125ピ i p スぐらい、ね、上がってきましたからね、ドル円ね。で、はい、金曜日で終わって、土曜日の朝で終わりと。で、今週始まってからもずっと横横続いてましてね、こういうね、横横の時っていうのはね、やっちゃいけないんですよ、ドル円 FX っていうのはね、仕事はするんですよ、チャート見て、やらないのが仕事なんです、やるのは簡単なんですよ、パチンコと一緒なんでね、やるのは簡単なんです、そして負けるんです。 だからね、パチンコでね、あのー、勝つ人は勝つでしょ、パチプロは。パチ,プロまあ、パチンコで食ってる人まだいるでしょ、パチンコ、パチスロで、で。負ける人いっぱいいるんだけど、どうして、ね、パチンコで食えないかって言うとね、みんな出るんですよ。ね、当たりは引き出せるんだけど、それ全部使っちゃうんだよね。で、パチプロっていうのはね、フィーバーが出たらね、それでやめるんです。で持って帰ってきて終わりなんです。<coughs> どこでやめるかです。で、どこでやらないかです。少しね、あの、お金飲ませてね、それで出なければやめるんです。はい。あの、いい台に巡り合わなければやめるんですね。ずっとやっちゃダメですよ。出ないものは出ないですから。だから、ドル円もね、ドル円は釘見なくてもわかるでしょあの、ローソク足見れば、一発でさ、ああ、今週は横横だなぁと。横横だったら、まあ、レンジ内 の、あの、レンジ内でですね、逆張りやれば儲かるんですよ。逆張りやってればいいだけの話で。で、ただ、やってる途中でね、大きくレンジブレイクした場合には、すぐにね、抜け出さないといけないと。それをまた逆張りずっとやってると全部持ってかれるってことでね、コツコツドカーンつってなくなっちゃうと。はい、できればですね、やんないのが一番ですよ。FX やんなければ資産減らないですから、減らないっていうのはすごいことです。上位15%入ってますからね。 やらないっていうのはね。で、今週のドル円は横々がついていますが、今日はトレンドが出ると思います。ということで、えー、まず MT4 ですね。MT4 見てみましょうか。あのー、ま、あ今週ね、ドル円動かないんでイライラしてると思います。で、その他の通貨もね、動いてないかもしれないですね。で、昨日、FXYouTuber のドラさんがね、 昨日も、えっ、ー、と、盛大にですね、こんなこと言っていいのかな、あの、盛大に、盛大にやらかしてですね、また強制ロスカット、ゼロカットは、あっと、約120万ぐらい、昨日一日でね、あの損失出してましたけどね、まあ、4時間足見れば横横ってわかりますよね、これ、ローソク足がもう米粒みたいな感じで、こうやってドーンと動いてないでしょ。 一つ一つの足が長くないじゃないですか。<laughs> 横一線じゃないですか。こういう時やっちゃダメですよ。うん。だから、15分足とか見るとね、上行ったり下行ったりしてるじゃんと。これやったらどうなんですかと。取れますよねと。言ったところで取れないですから、これた,たった10ピプスとか、まあ、多くて20ピプスうん。でも、スプレッドが1.8ありますからね、クセムは。 だからまあ、賞味10ピプスぐらいしか取れないし、うーんまあ、頭と尻尾取れないですから、賞味5ピプスぐらいしか取れないですかね。で、それで危険を冒すんだったらやらない方がいいですね、こんなとこ。一般紙見てたら、それはもう浮いたり下ったりしてますよ。一般紙見ればね。でもこんな一般紙なんか見ててもやってらんないですか。精神やられるだけなんで、まあ、中野研究会では4時間足以下はもう見ないとしてますけどね。まあ、見ても1時間足かな。 1>, 1時間足の、まあ、ちょっとロングで見ると、はい、ロングで見るとどうなるかっていうとですねやっぱり長いですよね横横ですよね上下動いてないですからなので一応レンジブレイクの IFO は上下にセッティングしてますもうレンジレンジが見え見えですからね、はい、このレンジブレイクも長野研究会ではお宝物ということでね取りますよ でまあ、前から言ってる通り、ここね、はいもうほとんど、これあれですね、だから、はい5年、4年ぐらいか、4年に一度のレンジブレイク控えているので、大きくトレンドが出ると思いますね、今回はね。うん、かなり あトレンドがね、大きな、突きレベルのですねペナントフラッグなのでね、でこれでトレ,トレンドが出れば、大きなお宝ポジションになるんでね、ガチをしてればいいだけですからね、これですよ、4年に一度の大きなレンジブレイクを控えてるので、このアベノミクスみたくね、ただ持ってれば何千万、何億って稼げるというようなガチョがですね、また現れますよね。すごく楽しみです。もうペナントフラッグの先,先っちょまで来てますからね。 はい一旦上行って下行ってまあ先端まで行くんですかね、これもうそろそろブレイクしてもいいと思いますけどね、上か下に長野県協会は上行っても下行ってもね、どっちででもいいですあの今日上行くんですか、下行くんですかとかね、朝5時45分から猛砂テジャーナルなんか言ってますけどね、株の見込みはどうでしょうか、上がりますか、下がりますか、為替はどうですか、上がりますか、下がりますか。 それはね、平成の時代のあの古い考え方ですね。もう令和の時代ですから、令和の時代は株も為替もどっち行ってもいいんですよ。上行っても下行っても、儲かるようにしておけばいいんです、はい。その考え方をね、その考え方ができるようになるためには、3年から10年ぐらい必要ですね。ただ、頭ではわかるんですよ。頭ではわかるんだけど、体がついていけないんですよ。 どっちかになっちゃうんで、いつもね。はい。それでは次にですね。えー、<coughs> まずは Yahoo 見てみますかね。昨日の為替、ニューヨークダウン見てみましょうか。Yahoo Finance フフですね。見ましてですね。えーっと、マイナス 3, 3ドル12なんで横横ですね。全く変わってないです。 ま一日相場は揺れましたけど、まあ変わんないですね、はい。安定しています。まあ、日本はね、10連休控えてますから、それに向けてちょっと株をちょっと売ってですね、現金化しておこうという流れがあるので、えー、今週来週は株は少し下がると思いますね。はい、為替はもう横横です。もうやらないですよ、もう。はい、投資銀行も銀行も証券会社も日本はやらないですから、 えー、横横だと思いますと思った瞬間に動くんですよね。だから、ちょっと気をつけなくちゃいけないかな、というふうなところがあります。はい。あとですね。<coughs> これですね。えー、FX、トレーダーゼウェブ FX ですね。オーダーをちょっと見てみましょうか。いつもありがとうございます。 はい。今のドル円が112円の2から3ですよね。2円から3円なんで、ここら辺ですよね。オプション18日と25日にニューヨークカット。あ、18ですね。今日オプションですね。上がりますね。そしたらね。えー、つってたらもう112円上行ってますからね。えー、売り、売り超えるとストップロス買いか。 売り集め下はどうですかね断続的に買いか。売り超えるとストップロスなんで112円。112円20銭。えー、30銭ぐらいいくかもしれないですね、今日はね。うん、どうですかね、はい、ちょっとオーダーじゃなくて、もう1個見てみましょうか。板を見てみましょう。 ガイダメドットコムさんの <coughs>、はい、情報ナビですね。情報ナビの取引データですね。うん、これ見ると売りが熱いですね。上行かないですね、1 1 2後今いくつなんだ 3か上いかないですねこれ一向にもああ55でやっぱり落とされるんですねあ上熱いですね112円10 <laughs> 今5ですよね <laughs> もう一回見てみましょうか熱、うん、いですね上いかないですね じゃあ、下はっていうと、95とかについですね。ちょっとどっちにも行かない感じですね。指標待ちですね、これはね。はい、指標待ちです。で指標を見てみましょう。はい、ミンカブエ FX さん、わかりやすくて一番いいですね。四月18日木曜日。そうだな。 これね、午前中は何もないですね。ドイツのね、これ星2つなんだけど、先月むちゃくちゃ動いたんですよ、これ4時半。4時半、これ前回ドル円変動幅ですよ、これドイツなんだけど、ユーロとかじゃなくてドル円が動くんですよ、ドイツなのにね。あのドイツの経済、景気がすごい悪かったですよ。<laughs> で、マイナス14で9ピプスですけど、すごい動いたんですね。 トレンド出たもんですから <coughs> 今日はちょっと中野研究会では夕方4時からライブを行います <coughs> はいでトレンド出る可能性ありますね4時半ねまあ午前中は出ないと思いますね日中はね日本時間で4時半に ドイツの PMI、製造業 PMI、非製造業 PMI がですね、数値が良ければドルは上がるし、悪ければ下がります。あとはもちろん9時半ですね。だから今日は4時から、えー、中野研究会秘密ライブを夕方4時からと9時からですねで。9時半に星5個あるんだ、アメリカのね。結構同時発表、あとは11時ですね。 まあだから夕,夕方4時半にトレンド出なかったとしても夜9時半には出ますから <coughs> 今日は楽しみですね上か下いきますね今日はこれずっと、ね、月火水木3日間続いてますからちょっと長いかなと思いますね今までのトレンドとしてはここら辺も長かったですね <coughs> これはもうちょっとあったかな一週間以上ね。これも長かったかなこういうとこね。そろそろトレンドが出ますね。やっぱり。どうしてもね。今回本当に平べったいお皿見たくね。横横なんだ。本当に。まあ、基本は上だと思ってますけどね。この黄色い月足のトレンドラインまで行くかなと。うん。今回一回で行くか分かんないですけど、ここからここまでが112ピプスだから行くかもしれないですね。 はい。そしたらど、どうなのかと。トレンドラインを超えると、まあ、基本的には僕、114円60銭まで行くと思ってるんですけどね。はい。あの、この3年間ずっと114円50銭から60銭の間の、この、ここのね、トレンドライン、これですよね。ここはずーっとこう来てるんですよ3。2年間から3年間ずっとね。私見てますけどね、ずっと。ここでしょここでしょ ?110 円 50, 110円50かで,ここで,しょで、ここですよね。これ、去年の10月2日、よく覚えてます。私、ディズニーランドで、あ,あの、メイソンの会議やってますからね。ディズニーシーか。落ちて、で、またここと。110円50銭。これ、鬼門ですからね。これね。行くかどうかですね。はい。こんなのみんな分かってますから、ヘッジファンドはね。あと、中野研究会。まあ、だから、こういう対局を見ないとダメですよ。 はい。森を見ないと。で、ただ森見て、森だけ見ててもわかんないから、木も見ないといけないし、枝も見なければいけないし、つぼみを見なくちゃいけないし、根っこを見なくちゃいけないから、そういう意味では一人じゃできないですね、FX はね。みんなの協力をもとにやらないといけないから。はい。一人で見てると、えー、視点がね、固定化されちゃって見えなくなるんだよね。だから、チームでやっていけば、あの、10人なら10人の目、 100人なら100人の目で見れますから、みんなであのチャットとかね、LINE で会話しながらですね、えー、やっていけるんで、まあ、誰しもが儲かっていくと,いうことで。一人の力はもう限られてますからね。はい、ということですね。あとは、今日4時半と9時半に注目ですね。あとは、やっぱり注意しなくちゃいけないのは仮想通貨ですね。 ノートルダム寺院の <coughs>、えー、募金でですね、ビットコインで受け付けるっていうのが今流行ってましてね、ビットコインの価格がちょっと上がってるんですよね。ビットコインの価格が上がってます。少しね、えー、58万4585円ですよね。まあだから、これがいいのか悪いのかわかんないですけどね、ただ60万円をやっぱり超えないと、また加速はされないかなと思いますね。 <laughs> うん。眠。うん、そうですね。眠はやっぱり調子悪いですね。だから、ノートルダム寺院のですね、えー、寄付金の一件があって、ちょっと上がってる感じかな。ビットコインキャッシュは、まあ、バイナンスからね、ビットコイン、ABC が追い出されるので、上がってるって感じかな。 イーサリーもまだパッとしない感じですね。はい。あと、ここに負けたキャップ、まあ。仮想通貨はですね、夢があるんですが、まあ、ここに来てね、やっぱり落ちて、価格が非常に落ちてしまって、なんとか上がってきましたけど、なかなか。 いつになったらいくら儲かるんだっていうのが全くわかんないんですよ <coughs>。で、リップルもやっぱ37円5十数4銭ですからね。今はもうだいぶダメですね。全通貨が。で、時価総額は19兆8,971億円ですからね。まあ、だいぶ戻してはいますけどね。やっぱりね、ビジネスにおいて、やっぱり重要視されるものというの一つとしては、いつまでにいくら稼ぐことができるかどうか。 その,あの実現可能性ですよね。はい、それで、このビジネスはあ、まあ、取り組むことに価値があるのかっていうことが試されるんですよね。評価されるんですよ。で、株とね、仮想通貨っていうのはね、いつになったらいくら儲かるのか分かんないんですよね。はい。まあ、基本的には買いでしか入れないですから、まあ、あの株だったら空売りとかね、信用取引で空売りできるんですけど、リスク高いですよ。 あとは仮想通貨もビットコイン FX とかね、アルドコイン FX あるんですけど、非常に難しい。えー、ボラが大きすぎるんですよね。その点ね、FX っていうのはね、あの相場はガッチリ決まってますから、はい、それでいつまでにいくら稼げるかっていうのは、あの、福利計算、運用シミュレーターで出てくるんですよ。完全に。何月何日。何月、何日まで出ないけど、何月までにいくら、 稼げるっていうのがね、利益出せるっていうのがね、それがまあビジネスとしては、あの一つあの優位性があるかなと思いますね。<laughs> はい、それじゃあちょっとですね、お待ちくださいよ。えー、この1週間のですね、あの上昇率ランキングを見てみましょうか。はい、すみません。じゃあ、かんね、これね。 これがまだドルだからね、円にならないとダメですからね。<coughs> うん、はい。テゾスとかって人気あるみたいですね。25%アップしてますね。で、7日間押しますよ。三千これ2週間で3525%アップしてるのいますね。ステルスってやつですね。 あとは13、1357%アップ、スピード、えー、マイニングってやつですね。あとは、マグナム。そうですね。ちょっとわかんないですね。あとは。うん。ちょっとわからないコインがまたいっぱい出てきてますね。難しいですね。ノアコインはどうなったのかなノアコイン、ちょっと調べてみましょうかね。 皆さんもね、ぜひ自分がお持ちになっているコインをね、週に1回でもいいので調べた方がいいですよ。あ、0.045ですね。3.55%アップしてます。これね、またどんどん1円、2円、5円、10円なっても最終的には <laughs> 40円から400円になるんじゃないかと私は思ってます。<laughs> はい、そうですね。仮想通貨ちょっと。 うーんいつになったらいくら稼げるのかが前見えないとで。ファンダメンタルがわからないってことですね。ドル円はもうファンダメンタルばっちり出てますから、えー、何月何日の何時にですね、えーど、どのぐらいの重要度の指標が発表されると、それがまあ競技におけるファンダメンタルですから、あの、チャートっていうのはソク足あのファンダメンタルで決まりますからね。 だからファンダメンタルに逆らわないように、えー、トレードしていけば、えー、ほとんどリスクがなくですね FX っていうのは儲けることができると。で、こうまあ何でもいいからね暇だからこうぼじぼじやっちゃうとそこで捕まっちゃいますからねはい <laughs> マイナスが出ますから含み損存がねで、含み損存を抱えたままですねあの指標発表に来ると やっった指標で助かると思っちゃうんだよね違うでしょって。それは指標は、指標は危険だからやっちゃいけないんでしょと。指標はやっちゃいけないでしょ。指標ギャンブルはやっちゃいけないんでしょっていうところを、やったと。利益が出てれば、まあね利、利食いをして、えー、で、ノーポジションで、えー、指標発表に臨めるんですけど、マイナスがね、その含み損が出てるときとね、どうしてもね、気分的には、やった指標で助かると思っちゃうんですよ。 でそれで、まあ、助かることも多いんだけど、まあ、二分の一だよね。助からずに <laughs>、えー、コツコツドカーンと、もう、奈落の果てにね、落とされて、強制をスカットとかね、大衣症が発生するケースも非常に多いので、そういう意味では、あの、やらない方がいいですよね、はい。日中は、このトレンド出てないときは。指標発表の結果によってトレンドが出るわけであるから、指標発表 指標の前はやる必要がないわけですよ。あどっちもゆらゆらしてるだけだから、はい。で、指標発表の前にどんなに、えー、含み損が出てても、えー、損切りをすると。これに徹してください。そうすれば、まあ損切りができるようになればですね、FX で勝てないわけがありません。損切り,を損切りはですね、まあ、仕入れ原価みたいなもんですからね。損切りができないから、えー、損をすると。 逆説的にですけども、もうそういうことになります。それではね、今日も頑張って FX、FX ライフを楽しんでいきましょう。そして一日も早く皆さんも9万長者になってください。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。